やっぱり過ごす中でどうしても日本に帰りたいっていう気持ちがどんどん増えてきて、でやっぱりホームシックになることが増えたんですね。でそうした時にたまたま広告を見たら、オーストラリアの航空会社が新しく国際線をスタートするということで、でその、ディスティネーションが日本が入っていたんです。なので仕事兼日本に帰れることができれば、なんて素晴らしいんだろうと思って、募集を 見逃さずアプライしたんですけれども、たまたま運よく最初のスタートアップのクルーの一員として働くことができたので、すごくラッキーだったと思います。まだ結婚して4ヶ月なんですけれども、 良かったことはやはり特に主人の家族がインターナショナルなので、彼自身はオーストラリアで生まれてるんですけれども、やっぱりオーストラリア人って移民の方が多いですので、で彼のいとこの方で、一番血が濃いのがポルトガルなんですね。でポルトガル、スペインで、あとマカオ、あとフィリピンで、あとアメリカの方とたくさんいとこの方がいらっしゃるので、そういった方と接することができることがすごくラッキーだと思います。異国の世界というのがあって、テレビの中だけの存在ですか、ドラマとか映画で見るだけの世界で、自分がそこの中の一員になるとは想像もつかなかったです。まだ私にとってホームというのはオーストラリアではシドニーになるんですね。まだゴールドコーストは数ヶ月しか住んでないので、ですのでシドニーにいつも帰ってくるたび、家に帰ってきたという感じを受けます。でまた日本に帰った時も関西国際空港で 飛行機からランニングする時に、家に帰ってきたなという気持ちがあります。